はいどうも、フルチです。今回ですね、AIWO2 というゲームやっていきたいと思います。このゲームですね、宇宙が舞台のリアルタイムストラテジーゲームで、前作がね、とても有名なゲームですね。で、僕前作興味あったんですけど、ちょっと古いゲームだったんでやってなかったんですよ。まあ、ただ最近ね、2が出たので、まあ、これを機会にね、やっていこうと思いますね。で、まずチュートリアルからやっていきましょう。で、まあ、このゲームのシリーズはね、規模の大きな戦いができるもので、まあ、数百の艦隊がね、まあ、このギャラクシーマップで戦うと。これはまあ狭いですけどね、もっと広いマップで戦っていくわけですね。で、まずはカメラ操作ですけど、あ、ちょっと進んでるね、ここか。今のに行きましょう。さあ、まずは、建物を作るのに使うエンジニアですね。っていうのを作るわけですね。全部作ろう。はい。まあ、この数字の数が作れる量みたいで、全部作りましたね。20体いますね。20機ですね。20機いるので、これらがね、何かを作るときには手伝ってくれると。おお、こう見れるわけだね。可愛らしいですね。で、次はね、スペースドック。を作りまして、スペースドックでは、小さなね、艦隊かな、まあ戦闘ユニットを作ることができると。で、まずこの5種類ですね、いて、まあ、作るようですけど、スカウトは戦闘には使えず探索用であると。うん。で、これを押すとですね、この数分だけね、常に作るみたいで、もうね、十何機ができましたね。これを全部登録するみたいですね。で、次のページ、あれ、まあ、飛ばなかった、ちょっと。気のせいかな。で、V ウィングに、スカウト、フュージョンボンバーに、コンカッションコルベット、バイクコルベットがいますね。性能はどうやって見るんだ？ダメージとかかな？レンジ8000、レンジ11004000、なし3800ですね。フュージョンボンバーダメージが高いですね。V ウィングはファイターですよね。戦闘機ですよね、普通の。お、もうできたか。早いね。こんだけできましたね。で、ちょっと近くで見ましょうか。かなりのね、もう大群ですね。これを駆使していくわけですね。これは何だ？これがパイクコルベットか。はい。で、さあ次はですね、これか。これ確認するみたいですね、目的をね。2つのプラネットをスカウトすればいいのかな。行ってきますか。はい、確認したままやりましょうかね。あと一つだね。ここには拠点とハーベスターと、それ守るものタレットとかありますね。まあ基本的な場所だね。これで向かったので、ここね。次で終わりかな。先に行っときますか。来たね。これで終わりましたね。では、一回ここに置いといて、見てくるか。で、ドックでいいよね。M で戦闘ユニット全部選ぶことができると。で、これらをグループ化ですね、することができて、コントロール1ですね。で、1のキーに割り当てると。で、次はね、あ、これか。グループですね。1からのグループ。
これ多分作られたユニットがここに入っていくわけですね。で、次ですね。次のプラネットに、我らのね、艦隊を送り込むと。送っていいのかな？送るよ。じゃあ。お、行ったね。じゃあ待ちましょう。まあ、スカウトがいるんでね、情報は筒抜けですね。お、20ページ。あれ、飛んでない？飛んだもんか。さあ来ました。タレットが撃ってきますね。行きますか、あいつを狙って。全軍じゃないんですけどね、まだ。移動速度もね、違うみたいで。ほら、今来たりしますね。あ、敵船もあるんですね。アーマーシップ。レンジは変わらないか。お、強いね。レンジ4000って結構短いのかもしれないですね。この距離で撃つので、まあ、近距離と中距離と遠距離がいるわけですね。撃ってないですよね。遠距離だけど、ちょっと、命令の対象が消えたんで止まってたのかな。狙い決めるか。こいつら遅いんで先にこっちだね。行きましょう。こっちが終わった頃に着くんじゃないかな。さあどうなってる。あ、硬いんですね、割と。狙います。あ、もうなくなりましたね。あ、近すぎるか。なるほどね。適切な距離で撃ちましょう。もうないですね。スカウトは本当に武器持たないので、うん、まあいればいいですね。なんか敵にも狙われないので割と優秀だよね。あれやるか。他の部隊はね、これ狙いましょう。コマンドセンターです。ステーションですね。お、これが1100ですね、レンジ。一方的に撃てますね。これしかいなくない？あ、移動速度が全然違うんで遅れてきたんだよね、きっと。移動速度も書いてありますよね。スピードが多分それだと思うんですけど。400。スカウトが4000なんですよ。10倍の差がありますね。まあそう言うてる間にね、落ちましたね。あ、パワーってあるんだね。トータル。パワーが、トータルって書いてない。3800か。この軍のパワーですね。で、こう、失った分がこう、さっきグループに送るようにしたので、追加で次へとやってくると。で、3900が固定ですかね。うん。で、次ですね。このプラネットをキャプチャーすると。一回、ここのベースに帰って、コロニーシップを作ると。これだね。他はサイエンスラボ。ハッカー。リビルダー。エナジーコレクターに、これはメタルを使って電気を生み出すのかな。デフェンス系のものもありますね。で、資源はね、メタルとエナジー、研究のポイントに、これよくわかんないですね。まあ、敵はベリーイージーみたいで、なんか低いのかな、対象としてね。あ、じゃあ作ってなかった。そうだね。3つ作ったので送りましょう。コロニーシップは置物みたいな感じで置くんですね。量産するものじゃないんでしょうね、きっと。さあ来てるかな。多分エンジニアも送らないといけないですよね。少しだけ来てもらいましょう。来たね。まずは
1つ選んで、エコノミックコマンドステーションかロジスティカル、違いは何だろう。これはシップの持てる数かが決まってるみたいですね。ミリタリーコマンドステーションもあるね。あ、全然違いますね。軍事系ならこれって感じだね。これね、リソース取れたり、まあ、このポイント系ですよね。これいいか。早っ。あれ終わった。で、ここにあるね、メタルハーベスターでメタルを取るみたいですね。この2つどうしよう。惑星に1個だと思うんで、もう必要ないですね。まあ、とどめますか。いや、こっち来い、こっち。まず、この惑星でもね、作れると思うので、船をね。スペースドックと、あ、スターシップドックやってないな。これ作るか。と、エナジー、あ、これですね。これを作ると。15万の電気を生み出しますね。今25万5000あって12万6000使っていると。作りましょう。で、ドックのこれらをね、グループ1に設定して作りましょう。あ、もうないですね。あ、限界か。あ、今スターシップドックの手伝い中ね。これは入れるもんなのかな。とりあえず持っていきますけど、ダメージがすごいですね。まあでも全然作れないですけどね、その代わりにね。で、次アップグレードですね。テックから、ちょ、テック戻ろう。テック戻って、戦艦か。戦艦の強化ですね。マーク1からマーク2へ変えるわけですね。コストが上がりますけど、スクワットのキャパが増える。この変態数が増えるのかな。そういうことなのかな。で、ダメージが、およそ2倍になりますね。体力やシールドも2倍になると。まあ、ならいいですね。やっちゃいましょう。はい、はい、はい。はい、マーク2ですね。あ、変わってってますね。マーク3いく。これでマーク3も出ますね。あれ、なんか来てるな。あ、来てますね。あれ、なんか変わったことによってホームから来てますね。何個いけんのこれって。あと、この研究した分だけ数が増えるわけですね。なんでこれあげたので。すごい、まだ作れますね。あと30くらいか。ただなくない。あれ、これ使い切ってません。まあまあいいですね。これで最後のね、プラネット行きますか。ちょっと待ってね、さすがに多すぎないか。一回偵察してね、パワー見ていきましょう。シップ、これだね。パワー6500。シップ66、結構いますね。で、スクワットがなんかその、軍団の数ですよね。これはちょっと6000ね。これこっち5万とかあったらもう圧勝ですからね。1万8000か。ちょっと、ちょっと待ってね。V イングだけで156いるので、これだけ選ぶか。これだけでも勝てそうですけどね。まあ一回送ってちょっと行きましょう。ここから来るわけですね。なんか置いてあるな。
まあ来た瞬間戦いますかね。まあ、どうせタレットがあるんで撃ってくるんでしょうね。さあ来た。これ何？離れるか囲んでますね。はい、さあ研究のねコスト上がってるんでまだできますね。お、増えたね。ちょっと待って、1からの強化された V ウィングとボンバーいきますか。全部でいくとね多分強すぎるのでいい感じにしたいですね。あとはレンジが1万ある方ですね。お、ここにでもこれだけでもいけますね割とね、結構やられてますね。行きましょう行きましょう。ここね、敵の艦隊がいる場所で寄ってみましょうかね。あ、いますね。割と激しめに戦ってますね。ちょっとこれ距離届いてないな。狙おう狙おう。敵をねこれ囲んで撃ったりするんで多分距離も適切なやつがあると思うんですよね。あんまり近づきすぎても良くないのかなと思いつつ突撃ですね。相手マーク2とかあるんでやっぱ性能は上がってるわけだね。はいはい、行きましょう行きましょう。これ何？何かがいましたね。タレットは距離がすごいですね。1万200、1万2000か。残りので行きましょう。タレットは硬いですね。1個で相当時間稼いでるんで、すごいんでしょうね。ちょっとこいつら活躍したんで、次、こっちの活躍見ましょう。来るね。全く違う船なんですね。お、行った行った行った。タレットに対してこういう動きしますね。囲う感じで敵が動いたらなんか反撃が強まってね破壊しましたね。そんな気はなかったんですけど、あとはタレットしかないので行きましょう。戦艦にはなんか普通に対処して、こういう狙えるものは狙った方がいいんですかね。触りましたね。まあ実は結構前から終わっていたんですけど、これでね、チュートリアル終わったみたいですね。この後はクイックスタートとか試すといいみたいですね。さあとりあえずこのゲームをね、学べたと思うのでどうでしょうね。まあ学べましたね。敵倒してプラネットを自分のものにして、研究してで、軍作って次のとこ行くっていう感じですね。まあとりあえず次回はねカスタムで一回遊んでみましょうか。ただこのゲーム一回が長いみたいなのでねシリーズになりますね。とりあえず今回はここまでにします。